くの犠牲者と負傷者を出した北海道胆振東部地震。安否不明者が20名以上おり、大きな余震も懸念されていますが、約295万戸で起きていた停電は、7日午前10時に半数が復旧し、閉鎖されていた新千歳空港も、同日午前には国内線の運航が再開されるなど、インフラ面は少しずつながら復旧し始めています。大停電の完全復旧は、少なくとも1週間かかる見通し。そのような中で、香港メディアは、被災地の方々にスポットを当て、複数枚の写真とともに以下のように伝えています。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。